高田市病チャンネル。熊本県熊本市西区お島にあるねでふじ農園のねでふじと言います。どうぞよろしくお願いします。弊社は、有明海の近くで玉ねぎのオリジナルブランド塩玉ちゃんを栽培しております。社員数は現在4名とパートが5名とアルバイトが8名の、まあ、15、6名で、栽培管理しております。こだわりの部分はここの土地自体が、有明海の海底が隆起してできた土地で、で、まあ、ミネラルの多い土質に、まあ、この葉っぱの上から、にがりとか塩をかけることによって、まあ、アミノ酸の量を増やすという特徴としては、まあ、あのえぐみ、玉ねぎ特有のえぐみが少ない玉ねぎというふうな形で、ご紹介させていただいております。今年、2023年先週の方まではですね、ハッシュが9月5日から9月8日までにハッシュしまして、定食が11月10日から11月15日までを定食にいたしました。特徴として実際使ってみてですね、やっぱりそのおっしゃってたようにものすごく高高で粒ぞろいっていうイメージがあります。で、甘みも強くて肥大性もあってっていうような形で、まあ、本当、まあ、今年2年目ですけども、今のところ順調に大きくなってる感じですね。で、まあ、うちとして大体3番目ぐらいの、速さになるんですけど、まだですね M 玉 S 玉ぐらいになってます。で、現在の栽培面積が、当社で大体6兆 6.5 ヘクタールで、先週のほまれ以外にもですね12品種の玉ねぎを栽培しています。で、栽培の方法としては、まあ、見てお分かりのように、まあ、腕立てのマルチ栽培法になってまして、でなるべくこう草が生えないようにやってるんですけども、まあ、どうしてもこう草が生えてしまうと。で、私が除草剤を撒くのが嫌いなもんですから、この、まあ、玉ねぎの上の部分はね、なるべくこう草は取るようにしてるんですけども、横の部分はそのままにして、やってます。今まで栽培した品種と比べて、まあ、こちらの方が先ほど言いましたようにやっぱ粒ぞろいかな、高高で粒ぞろいっていうイメージがみんなあります。従業員含めてですね、そこがやっぱり一番かな。業者さんにしてもやっぱり扁平よりも高高の方が喜ばれるんで、ただそのまあ早取りしてしまうとどうしてもそのなっちゃうんでですね、だけど水分の量だとかそういうのも大事になりますけども、まあ今のうちのやり方でいくと、まあ粒ぞろいで取れてます。そのまだまだちょっと今年で2年目なので、そのまあ熊本のこのまあ気候にどういった感じで合うのかっていうのは手探り状態ではやってるんですけども、担当の方からもっと早い段階で、発出しても大丈夫だよっていうことを今聞きましたんで、また来年度はもうちょっと早い段階で、まあ、38日前みたいな形で、栽培してみようかなというふうに思います。もちろん来年以降も使わせていただければですね、ありがたいです。こっちの春玉ねぎっていうのは水分が多いんで、やっぱ生食用、生で食べた方がより健康的になるというにはなるんですけども、まあ、加熱するともっとうちの玉ねぎ甘くなりますんで、どうやって食べた方がいいかというと、やっぱ生食で食べた方がサラダとか、そういうので食べた方がいいと思います。